はいどうも、皆さん、こんにちは。リュウバラです。久々にね、また来やがったっていう感覚がすごいね、やってきたので、皆さんとぜひとも共有しておきたいんですよね。以前ね、コロナの影響でマスクが全然なくて、個数制限が出たんですけども、そんなのお構いなしにね、かっさらっていこうとするジジイがいたんで、注意したっけな？ちょっと覚えてないけど、そういうエピソードがあったのを喋ったんですよ。まあそっからね、僕もまあだいぶ慣れてきましたよ。もうこいつら人間じゃねえと思って、割とね、自由にやってきたんですけども、最近はかなりね、落ち着いてきて、マスクはもうほぼほぼね、誰にでも手に入るようなものにはなってきました。ただね、手に入るとは言っても、それがどういう状態かによるんですよね。どういう状態かっていうと、個包装の5枚入りとか7枚入りのマスクなのか、箱マスクなのか、そこの違いなんですよね。ほとんど流通しているのは、やっぱり5枚入りとか7枚入りのマスクなんですよね。まあ中国製のマスクで、なんか箱マスクも場所によっては、販売しているところもあるんかもしれないですけど、そこって大体ね、東京とか大阪とか、まあ、特に感染拡大が広いところには流通してるんだろうなとは思うんですけど、地方はね、もうそんなないっすから、ないない、全然ないない。まあつい最近ですね、結構割と入ってきたんで、出したんすよ。出した出した。まあ、店長にはね、あんま出さん方がええよって言われてたから、まあそうかもしれんなと思って、まあまあ適量をね、出したんすよ。そしたらね、もうあの時の記憶が蘇ったかのごとく、もう箱マスク出そうかとしている段階でね、まあ箱マスク以外にもね、5枚入りとか7枚入りのマスクあったんで、それと同じぐらいに、同じタイミングでこう、出そうとしてたんですよ。棚にね。そしたら、こう近づいてきた。誰かな？ババアだな。ババア。ババアが近づいてきて、これ、どこ置いてんの？って言われて、ん？何のこと言ってるんだ？と思って。なおそらくね、どっかの棚に置いてあるんだと思ってたと思うんですよね。でも別にどこにも置いてないよ。今日入ってきたんだから今日出すわけであって。まあなんかよくわかんない会話した後、いくらって言われたんで、まあ、この商品結構割と入ってくるんで、まあ1600円ぐらいですよって、みたいな話を言って、1個もらっていいって言われてたんで、まあ別にね、どうぞって言って普通に渡していきましたよ。1個ですね。1個箱を渡しました。で、その後僕は何事もなかったかのように、箱マスクを何個か置きましたよと。でね、問題はその後ですよ。あのババアね、また買いに来やがった。個数制限はないんだけどね。個数制限はないんだけど、あなたのためのマスクじゃないんだと。まあ、買ってるババアも他の人に配るからなのかもしんないよ。わかんねえけど、他の人も買うわけなんだ。わかるか？わかるか、ババアよ。おめえだけのマスクじゃねえんだと。他の人に行き渡るようにこっちも調整してやってんだよ。本当は調整なんかしたくねえんだよ。なあ、みんなが買えるように、一個で我慢してくれ。もう30枚もありゃ、1ヶ月以上持つよ。最近なんか、まあ、前の動画でも出したけど、マスク長持ちさせるような方法あるんだから、やれよ、それ。わしの動画見ろと。わしの動画見たらもうクレームになるかもしれないですね。まあでもそういうことですよ。むやみにね、何個も何個も買うようなことはすんなと。いくら個数制限がない、個数制限がないからといって、何個も何個も買うようなもんじゃねえよって言いてんだよ、こっちは。うん。他にもいたんですよ。他にもそんなことする奴がいたんですよ。今日の話ですね。まあ僕もね、鬼じゃないんで、箱マスクありますかって聞かれたら、ありますよって言うよ。まだ在庫あるからね。小さめがいいですか？大きめ、小さめがいいですか？レギュラーサイズがいいですかって言って、レギュラーサイズ、普通のサイズがいいですって言われたんで、わかりました。今2種類あるんで持ってきますねって、まあ1種類ずつ、1個ずつ持ってきましたよと。まあそれぞれ、いくらです、いくらですって言って、そうなんですね。ちょっとどっちももらっていいですかって言われて、まあ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 、この一個ずつは確実にあることをもうお客さんの目の前で示しちゃってるんで、まあしょうがないと。
あげますよ、一個ずつどうぞ、っつって。そしたらね、また戻ってきたんですよ。まあ数分、2、3分ですよ。まあちょうど陳列してる時やったんですけど、また戻ってきて、まだ博物館ありますかって言って、同じやつ。もうね、一個しかねえよ、バカっていうとこでしたね。危ない危ない。もう喉から出てくるぐらいのタイミングだったんですけど、まあ、なんだろうね、詳しく説明しようと思うと非常にめんどくさいので、一個ずつしかないですって言いました。偉いでしょ？ちゃんと他の人の分も僕は取ってるんで、買いに来てください。一個ずつですよ。一個ずつって個数制限はねえけど、こっちでも調整してやってるから、もう一個で我慢してくれ、本当に。なんでそんなにいる？もう頑張って使い回してくれよ。苦しいのはお前らだけじゃないんだよ。っていうね、愚痴動画でございました。じゃあ、バイバーイ。